コールラビは、油中の越年層。原産地は、地中海北部。球場に肥大した茎部を食用とする。語源はドイツ語で、キャベツを刺すコールと株を刺すラビより、休憩観覧や、コールラビの直訳であるカブ観覧、カブ玉ナといった別名がある。風味や食感は、ブロッコリーの茎やキャベツの芯に、やや煮るが、果肉部の率が高いため、柔らかく、甘みがある。 特に若い茎では、リンゴのようなサクサク感と、みずみずしさがある。一般に、直径5センチメートルを超えるものは硬くなってしまうが、ジガンテという品種では1 0トル以上の大きさでも良い食感を保つ。コールラビやキャベツなどの野生種である野生観覧から、茎の肥大性に着目した人為的な選抜により、作られた。品種名としてはなどがあり、品種によっては、 家畜飼料用に栽培される。皮が薄黄色のものと紫色のものとがあるが、褐色部は薄黄色である。基本的にキャベツに似る。ただしキャベツにカルシウムが多いのに対しコールラビにはカリウムが多い。またビタミン K やカロテンは少ない。とみます良一、田中まいち、観覧、実用園芸全書、素材、果樹、花盆栽実用の日本社、1911年。 197ページ。バーバラ・サンティッチ、ジェフ・ブライアンと、山本則りを勘約、世界の食用植物文化図鑑、ヒーラン伊藤社、2010年1月20日。ISBN 978から49億353万352。コールラビ期待される、効能効果。栄養健康サイトギャロップ、2018年2月10日、閲覧。 ありがとうございます。